広いからファッションもめちゃくちゃ置いてるんですよね。ちょっとパッと見ていきます。今ここキャロウェイさんで、私キャロウェイさんめっちゃ好きでよく着るんですけど、嬉しい。あ、アデラスも可愛いな。すごいいっぱいブランドありますね。なんかここでコーディネートとか組むの面白そうですよね。しちゃいますか。あ、うん、ちょっと聞いてみます。じゃあせっかくなんで、はい、山田店長いるじゃないですか。はい、だからコーディネートレディースだけじゃなくて、はい、メンズもやって、山田店長にちょっとモデルやってもらって、ちょっとまっちゃん、ごめん、交渉してきて。あ、わかりました。ちょっと行きますね。はい、相談なんですけど、はい、ここすごいラインナップがたくさんあるので、はい、ちょっとファッションのコーディネートを私がさせてもらって、はい、山田店長にちょっとモデルになっていただくことはできますか？私ですか？はい、大丈夫ですよ。身長イケメンさんなので、いいですか？はい、わ、嬉しい。ということで、ちょっとコーディネートを早速組んでみたいと思います。はい、結構今たくさんあってちょっと迷っちゃうので、はい、なんかコーディネートを組む上で、はい、山田店長のなんかおすすめの組み方だったりとか、はい、なんかコツありますか？そうですね、まずは色味とかの部分も出てくるので、はい、簡単に言うともう上下とかでメーカーさん揃えていただく方がカラーコーディネートだったりとかっていうのはすごい非常にしやすいかなと。はい、その年の柄だったりとか色味っていうところがやっぱり同質の色を使ってたりするので非常に組みやすくなってるかなと思います。はい、あ、なるほど。じゃあそのブランド縛りではないけど、そうですね、ある程度こう合わせてあげると、はい、上下で組みやすくなってきます。じゃあちょっと今日はブランド縛りで全身コーディネートをレディスとメンズでやっていきたいと思います。はい、ではちょっと早速店内を見ていきます。ちょっと早速なんですけど、はい、このスカートが可愛いなと思っちゃって。あ、ジャック・バニーの星柄のやつですか？これジャック・バニーが可愛いですね。可愛いです。めちゃくちゃ可愛い。そうですね、この星柄のタイプとかが今年やっぱりちょっと人気でして、はい、ネイビーのタイプとかもあったりします。いや、可愛いですね。この段になってるフリルがめちゃくちゃ可愛い。あ、そしてちゃんと下にインナーがついてるので女性の方すごい履きやすいかなと思います。丈短いけど安心です。可愛いですね。これめちゃくちゃ候補ですね。候補ですか？候補ですね。これめっちゃ可愛い。待って、可愛い。フリルって最近トレンドなんですか？すごいちょっと増えましたね。ジャック・バニーさんだと、デザイナーの方が女性っていうこともあって。あ、そうなんですね。結構女性目線でデザインされてるものとかが多いですね。あ、そうなんだ。はい、それもちゃんとフリルついててめっちゃ可愛いです。よく見るとここに。カラビナにつけれたりするので、はい、例えばコース行かれた際にリモコンつけられたりとか、ボールポーチつけたりとか。なるほど、はい、すごい。これすごい助かりますね。はい。こだわってる。ジャックバニーさん可愛いな。いいですね。ニューバランスさんは結構ネイビーとか白が多い。あ、でもカラフルね。カラフルなんですね。はい。色味とかも結構実は合わせやすかったりするので。はい。このスカート系のものとかも、はい、いろんな色入ってて難しいような感じするんですけど、はい、すごく極論言ってしまうとこの中の色のトップスとかを選んでもらったりすると、はい、全部合っちゃいますもんね。はい、確かに。しかもこれすっごいあったかそうです。うち裏地付きのタイプなんで、すごいですね。あったかいやつです。これ絶対あったかいですね。ちょっと選べるかな。全部かわいい。かわいいな。セント&リュースさんのスカート、これもあったかそうですね。あったかいですね。ですよね。はい、ああ、すごい。これも可愛いな。どうしよう。タイプなのがいっぱいありますね。はい、じゃあ決めました。やっぱり一番最初に惹かれたこれから組んでみたいと思います。こちらのスカートはこれはジャック・バニーさんなので、ジャック・バニーさんで今日はレディースはコーディネートを組んでみたいと思います。あ、いいですね。あったかい感じだと。そうですね、白で真っ白コーデも可愛いな。白コーデでも可愛いと思います。可愛いですよね。はい、なんかアクセントでカスタム入れても可愛いですね。可愛いですね。うわー可愛いな。メーカーさんとかだとトップスに黒持ってきたりとか、そんな感じです。これも可愛いですね。可愛いです。この辺に合わせてもらっても、緑ってこういう色の緑って少ないので、はい、結構映えますし。そうですよね。はい、なんかあれだな。サンライザーとか、はい、そういうのでも変わってきますよね。変わってきますね。帽子スタイルも変わってきますね。冬とかこの辺とかも。あ、これもそっか、冬素材ですね。はい、確かに。先ほどのこっちのダウン系のものと合わせていただいたりしても可愛いですね。可愛いです。真っ白さん。はい。今年は本当にゴルフブームもありまして、はい、例年にないぐらい非常に売れてます。あ、そうなんですね。はい、こういうの合わせても可愛い。あ、可愛いですね。可愛い。こういう細かいものとかがやっぱ可愛いのがデザイナー女性ならではだと思います。確かに。トップスを逆に上の。あ、可愛いですね。こういうふうに持ってきた。可愛い。同トーンですけどベースが白なので、でも黒が入っていることで少し引き締まった感じになるかなと。可愛いですね。このパーカー自体がすごい可愛いですね。はい。そうですね。可愛い。これだったら黒の方がいいと思います。あ、可愛い。なんかジャックバニーっぽいですね。派手な感じで。じゃあちょっとこれに決めちゃいます。はい、かしこまりました。また。今度はメンズのコーディネートを組んでいきたいと思うんですけども。はい。メンズのコーディネートが組んだことがないので、今回はちょっと山田店長にインタビュー形式で組んでいけたらなと思います。はい、普段何色系のウェア着ることが多いですか？そうですね、モノトーン白黒系か、はい、ネイビーとかのはい、なるほど、スタイリッシュな感じで。そうですね。好きなブランドとかありますか？好きなブランドですか？はい、最近はアンパシーとか、はい、向こうにあるんですけど、今平周吾プロが着られてる、はい、ブランドです。ちょっと見に行ってみます。はい、アンパシーさん、あ、可愛い。確かにこうネイビーが多い感じで。そうなんですよ。でも明るい色もあるんですね。はい、可愛い。可愛いデザインも。可愛いですね。で、このセーターもカシミヤなので、実は。もうあったかくて軽い、肌触りもいい。はい。素材にもこだわって。そうですね。可愛い。可愛いな。それだけめっちゃ組みやすそうだな。その次に。はい。そうですね、アンパシーで結構華やかな感じを着るか、はい、結構テーラーメイドアパレルを着て、ちょっともう強そうな感じで、はい、シックな感じに、はい、まとめたりとかも。あっちですかね。はい、はい、結構アンパシーと違って柄も少ないんで。そうですね。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。違うともう本当にプレーでスイングで結果が出しやすいようにっていうようなテイストになっているので。かっこいい。それはなんかその赤いトップス着てる人かっこいいなと思うんですけど、でもいいですね、いいですね。わあ、悩むな。ここはオークリーさんですね。そうですね、サングラスとかで有名なオークリー。そうですよね。はい、結構シックな感じです。トップさんも可愛いですね。トップも結構色味綺麗ですし。そうですよね、柄もあって可愛いですね。可愛いです。はい、アドミラル。はい。そうですね。定番的な部分はあるんですけど、やっぱ今のテイストに合わせて、僕ちょっと年によってここの大きさが変わったりするんですよ。そうなんですか。はい。そうなん、今日はあれですね。今年は大きめの。なるほど。はい。ここがトミーさんですね。はい。トミーさん可愛いですよね。可愛いです。トリコロールカラーが本当に可愛い。はい、トリコロールをベースとして、でも、はい、やっぱりそういうだけじゃなく、黄色が入っ、マスタードイエローが入ってきたりとか、最近ちょっと黒い系の色とかもやっぱ増えてきてるので、そうなんですね、ダークトーンでのコーディネートができるので、なんかすごい楽しいですね、ここ。ありがとうございます。じゃあそうですね、今回は今日はテーラーメイドさんで、わかりました。ちょっと組んできます。はい。パンツ、はい、パンツでっぽいのかっこいいですね。ここがトップスのモックになってたりですとか、はい、赤だとそっちにもモックの。あ、本当だ。はい、かわいい。よく見るとテーラーメイドっていう風に、そうですね、なってる。かわいいです。これいいですね。じゃあこれトップスね。これもトップスです。はい。決まっちゃう。すぐ決まっちゃう。そしたらどうしようかな。こういうベスト羽織ってるのってかっこいいですよね。おお。まさにこういう感じかっこいいです。このベストを羽織っていただきたいです。はい。はい。はい。そしたらボトムスもやっぱり結構選びがいいかな。赤がなんかポイントになるように持っていきたいので、はい、これっぽいこっちにダウンパンツ、ダウンパンツめっちゃ高そう。めちゃくちゃ高いです。これめっちゃ高そうですね。あ、なるほど。これと合わせてあげるって感じなんですね。これってもともとセットなんですか？ではなく、セットではないですけど、テイストは非常に近いものにしたいので。あー、かっこいいですね。こういう風にするのもかっこいいですね。はい、めちゃくちゃゴルフ上手そう。あ、それもいいな。なんかまさにマネキンみたいな。そうですね。なっちゃったけど。え、かっこいい。お、なんかドキドキしてきちゃった。え、ちょっともうこれ早速着ていただきたいんですけど。わかりました。はい。これは2種類ですかね。あ、こっちに B 向けのものとかで。ニットキャップとかも今。ニットキャップもかっこいいですね。なるほど。ああ、なるほど。まあでもな、この赤ワインがちょっといいな。こっちで。わかりました。ありがとうございます。はい。ということで、本当に決めやすかったので、早速じゃあ2人で試着の方に行ってきます。はい、ということで早速着替えてきました。どうでしょう？かわいい。めちゃくちゃ着こなしてくださいましたし、かっこいいですね。ありがとうございます。はい、ポイントですよね。まず山田店長に行っていただいたメンズのやつは、まず結構黒をこう、はい、普段から着られることが多いということだったので、黒をまずメインに持ってきました。はい、ちょっとあったかい感じでベストを羽織っていただいて、そして黒だけだとちょっと寂しかったので、この赤いトップスとを持ってきて、ちょっとポイントになるかなと思って合わせてみました。そしてこのニット帽もですね、ここに赤いラインが入っていて、トップスと合って結構いい感じにできました。かっこいいですね。何着ても似合いますね。いやー、どうぞないですよ。選んでいただいたのが良かったです。で、私はですね、このちょっとスカート一目惚れしちゃったので、スカートをまずは着たいなと思って選びました。そして、まあ、結構スカートが白かったので膨張しないようにトップスは黒を持ってきています。帽子のこの素材とスカートの素材が一緒なので、結構なんかセット感があってお気に入りです。で、結構本当にあったかいので、冬とかでもずっと着れるんじゃないかなって思います。はい、ということで本日はですね、レディースとメンズのファッションをコーディネートしてみました。山田店長にもご協力いただいて、かっこいいモデルが出来上がりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日お邪魔した PGA 入間店さんは本当にたくさんのファッションのブランド揃っているので、皆さんきっとお気に入りの一着に出会えると思うので、ぜひ皆さん着てみてください。この動画がいいねと思ったら高評価とグッドボタンよろしくお願いします。そしてコメントもお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。